ブエノスです。おはようございます。メックです。はじめまして。今、メキシコシティに住んでるんですけど、今住んでる部屋が、ちょっとお湯が不安定で、お湯あんまぬるいお湯しか出なくて、そのお湯もなんかすぐ水に変わっちゃったりするんで、まあ、そういうお湯がちゃんと出る、で、なんかその、ちょろちょろシャワーもなんかちょあんま勢いが強くないんで、ちゃんと、お湯が出る部屋もしできればバスタブがついてれば最高なんですけど、しかも部屋ごとにそうだなっていうのが夜中俺結構夜型ですごい朝まで起きてるんで迷惑かけたくないんで、だからそういうこともあって今部屋ごとにシャワーとトイレがついてるといいんですけど、できればバスタブがあれば最高なんですけど、あと僕結構洗濯結構ほぼ毎日するんですね。それでもいい人、洗濯機が家にあってで、なんか干せるスペースが屋上でもベランダでもいいんですけど、そうですね、洗濯機を使える家ですね、探してるとかポイントとしてはお湯以外に、はい、使える、なんかそんな感じの家を探しているので、そういう家でうち住んでもいいよっていう人がいたら誰か住ませてもらえませんかね。お願いします。今メキシコシティなんですけど、なるべくメキシコシティで、で別にメキシコシティじゃなくてもいいかもしれないです。まだメキシコシティ以外の国を街を知らないんで、僕はメキシコの中でなんかそういう人がいたら、うち住んでいいよっていう人がいたらご連絡ください。こちらのコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。コメントをするのは嫌な人がもしいたら、ツイッターとかメアドとか番号もメキシコのワッツアップとかインスタとか全部概要欄に書いておきます。どっからでもいいんでご連絡いただければ、はい。あと YouTube でなんか面白いネタあるよっていうネタがもしメキシコどっかにあったら、それも教えてくれたら、まあ、ちょっと家の件とは全く関係ないんですけど、何かありました、面白い情報ありましたら教えてください。ということで、本日はハッピー、インディペンデンスデイイブですね。ということで皆さん楽しんでください。ということでメキシコシティのメックでした。ありがとうございます。サステライボーサーディカップ。アジアの太王国、5年住んだ俺から報告、夢だけ見すぎてメクソダスよりも希望の国のエクソダス、しがらみしかないし、ままじしがない監視管理社会つまんない、 My answer number one、 My number なんかいらん。